それだけの理由でライブに行ったんですけれども、それを歌ってくれたレンという男の子の声にもう一瞬の間に魅了されて、もうずっとずっと応援し していきたいな。初めは本当にレン君の声と歌が大好きでレン君のファンになりました。特に私が好きな曲はやはりあのヌルドネイルド。当時の日本の歌謡曲のエネルギーとか、はい、クオリティを再現できる、うん、本当に希少な人だなと思って、 でそれとあとは蓮君の音楽に対する誠実な姿勢とか、蓮君の歌を取った時にその歌の素晴らしさだったり声質だったり何かそこから生まれてくる何か気持ちの伝わり方だったりっていうのに圧倒されました。今まで経験したことがないぐらい素晴らしいものを取れたと思ってます。その感動をなんか皆さんと一緒に楽しむ素晴らしい才能だと思うので、あのぜひぜひあのピアノマンレン君、あのバラードだけじゃなくいろんな曲も挑戦してあのやっていく努力家なので、もうなんかレン君の歌があれば私一生生きていけるなって本当にレン君の歌を聴くために思うんですよ。この歌さえあればもう何にも怖くないっていうか、なんでしょうね、包まれる安心感に包まれる感じで、たくましく生きていけるようなあのエネルギーとパワーをあのもらえます。癒されるし、これからもずっと聴き続けていきたいと思っているので、ずっとずっといい歌を歌ってください。応援してます。海は死にますか、山は死にますか。